皆様こんにちは、プレジオ公式チャンネルです。本日の動画は2023年7月完成、8月入荷開始予定のプレジオ難波の周辺施設についてご紹介します。プレジオ難波は大阪市浪速区にございます。交通アクセスは良好で利便性に優れています。最寄り駅となる難波駅は本町や淀屋橋などのビジネスエリアにある大阪メトロ御堂筋線が通っています。また南海各線難波駅、JR 大和路線、JR 難波駅も最寄り駅となっております。新幹線の発着する新大阪駅や空の玄関口となる関西国際空港や大阪国際空港にも乗り換えなしで行くことができます。今回は9箇所をピックアップいたしました。それではご紹介していきます。プレジオ、はじめに当物件の最寄り出入り口です。各線難波駅32番出口です。こちらは当物件から徒歩2分の距離にあります。各線難波駅7番出口は徒歩3分の距離にあります。こちらも近くて便利ですね。 JR 大和路線 JR 難波駅南出口は徒歩5分の圏内にあります。いずれの駅も5分ほどで到着できることは当物件の魅力の一つですね。プレジオ、続いて生活必需品のお買い物ができる施設をご紹介します。ファミリーマート四ツ橋難波駅南店です。24時間営業ですのでいつでも立ち寄ることができますね。ドラッグストアも近くにあります。大黒ドラッグ難波元町店です。ドラッグストアは季節に合わせた医薬品や便利グッズを提供してくれますので生活には欠かせませんね。スーパーマーケットも近い位置にあります。紅葉難波港町店です。当物件から徒歩3分、西側240m先に位置します。 Google レビューでは高い評価を得ており、品揃えも充実しております。こちらも24時間営業でとても便利です。家電が必要となればこちら当物件から徒歩9分、ヤマダ電機ラビワンライフセレクト難波です。品揃えが豊富で家電選びが楽しめそうですね。難波パークスは徒歩6分の圏内にある複合型商業施設です。ファッションや映画館、レストラン、そしてインテリアなど様々な商業施設が併設していますので、休日を満喫したい方におすすめの施設です。さらに難波駅最寄りには道頓堀もあり、ファッション、ブランドの店舗が揃った心斎橋エリアもそばにあります。交通の利便性の良さは電車だけではありません。当物件から徒歩7分、西日本最大のバスターミナルと呼ばれているオーキャットがございます。関西国際空港や大阪国際空港、さらに地方都市間を行き交うバスが多数発着しております。またオーキャットには郵便局やレストランも併設していますので、バスの待ち時間のみならず日常的にもご活用できますね。以上、周辺施設のご紹介でした。プレジオ、いかがでしたでしょうか。プレジオ難波の周辺には毎日が楽しめる施設が多くありましたね。最後に当物件の完成予想図をご紹介します。それでは物件のおさらいです。プレジオ難波は全室冷暖房エアコン、シーリングライト、ウォシュレット付きトイレ、浴室テレビ、無料インターネットを完備しております。ペット飼育、2人入居も可能で宅配ボックス、オートロックもあります。詳細は説明欄の公式ホームページに記載しております。最新情報も随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいねと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。